こんばんは、カズクラブアカリナです。本日は、ゆいぴーが、ミュージカルシンデレラストーリーの本番が始まりまして、忙しくて、ちょっと二人で YouTube 撮る時間がないので、とりあえず私の本棚だけでも紹介しておこうかという感じで、私一人で撮っております。これはちょっと画角が合わせられなくて、全部映ってないんですけど、1、2、3、4、5。これ映ってる感じだと5段なんですけど、ちょ、これ7段の本棚になってます。1、2、3、4、5、6。で、映せない。6、7段があります。ちょっともうそれは映せないので、ちょっとあれなんですけれども、ここにある本は、私がもう好きなやつだけしか残してないので、なんかまあ、ある漫画を紹介していけたらいいなと思います。一番上は、ここはちょっとあれなんですけど、ここはですね、私は、ボイメンさんが好きなので、ボイメンさんの本が一冊ありますね。と、まあいろいろ救急の本とか、なんか辞めてからちょっと看護師のこと聞かれたりするんで、一応あった方がいいかなと思って買ってる。で、まあ、まあ、ゼロから始めるっていう、まあ、全然読んでないですけど一応置いてるっていう感じですね。とか、まあ、よいしょ、私はちゃんとした人に憧れているので、これまずは体を整えるというね本をね持ってるんですよ。これはあとは漫画っすね。これは伊藤理沙さんっていう人が書いてる漫画で、おいピータンって言うんですけど、これはですね、すごく面白いです。食と、なんか、人間模様とかが描かれてて、すごい面白いですね。これは、おいピータンはですね、今は、おいおいピータンになって連載が続いてるんです。これはね、面白いんでね、ぜひ、見てみてください。何の説明もできてないですけど、面白いです、とりあえず。あと、これが白鳥課長の素敵な生活っていう、これ4コマですね。私4コマも好きなので、これは白鳥課長っていうちゃんとした人が生活してるっていう漫画ですね。とかこれね、なんか知ってる人いるかもしれないですけどね、新聞の連載でひなちゃんの日常っていうのが連載されてるんですけど、朝日新聞かどうかだと思うんですけど、その絵を描いてる南ひろこさんがね書いてる昔のやつなんですけど、これ晴れの日ゆきちゃんっていう全3巻の漫画なんですけど、もうねゆきちゃんがけなげで泣いちゃうんですよね。これはですね、これだけちょっとなんか違うと思うんですけど、もともとこれで新装版になって、これちょっと絵柄がちょっと変わったというか、なんか想定がちょっと変わってるんですけど、これはね面白いです。とか同じ南ひろこさんの、これは二人ぼっちですね。これは家族、息子が独立した後の老夫婦の話。これ面白いです。これはですね、私が今日から俺を描いてる西森ひろゆきさんの作品も好きで、特に好きなのがこのどうしろでござるっていう漫画なんですけど、これはね、面白いんですよ。これはね、侍として育てられた道志郎が、まあ、日本にやってきていろいろな物語が進んでいくっていう話ですね。こちらスピンアウトは、まあ、転生の物語ですね。これはお茶濁すは、茶道部に入った高校生の話です。これ面白いです。でこれはですね、弱虫っていう、これはね、あんまり売ってないかもしれないですけど、これ弱虫っていう虫と、強虫と、花丸っていう主人公がいるんですけど、花丸の、まあ、日常を描いた作品、ほのぼのとしてて面白いですね。弱虫は、その名の通りめちゃくちゃ弱い虫で弱虫。強虫はめちゃくちゃ強い強虫。弱虫は弱いからすごい死にかけるんですけど、面白いです。ほのぼのとしてて。これはですね、まあ、これも、まあ、結構前の漫画なんですけど、もうずっと生き残って、まあ、すごい好きなんですよね。この細い玲子さんっていう方が書いてるやつ。まあ少女漫画ですよ。
働くお姉さんはいろんなバイトをして、なんか、バイクのラリーに出るためにバイトしてるっていう漫画ですね。こっちは、なんかボクシングジムの娘の話です。面白いです。これは、池部葵さんのプリンセスメゾンっていう女の人が、なんかその一人で家を買うっていう話なんですけど、その詳しい話とかも後ろの巻末に載ってたりするので、これ面白いですね。一巻すごい好きで何回も読んでるんです。すごい、カバーがちょっとボロボロになっちゃってるんですけど、これ面白いです。これドラマ化もしてますね。面白い。で、これは、これもね、好きなんですよ。私んち。私宮崎に住んでて、宮崎って、あまり連載できないのであれなんですけど、すごい面白いです。これ私んちね。あ、これやっちゃうと全部読むことに、これは鬼滅ですね。鬼滅展に行った時のやつです。団地ともなんですけど、これ、ね、団地とももね、最高に面白いんでね、ぜひ見てほしいって。これ団地に住んでる少年の話ですね。全部面白いんですけど、飛び抜けて面白い話が何個かあるので、ぜひ見てほしいです。でもこれはキャットストリートっていう。これキャットストリートはね、面白いんですよ。これも、花より団子の作者の方が書いてるやつ、これ面白いですね。もちろん一個一個になっちゃうなぁ。これはね、2巻が出てほしいなと思ってるんですけど、コリシアスの揺らぎっていう漫画も私は好きなんですよね。好きな人多いですね。3月のライオン。面白いです。将棋の話です。そして、もちろんあります。ヒロアカ。ヒロアカはですね、スピンオフも買ってるんですよ。面白いです。僕のヒロアカ。と、こっちにもあるんですけど、チームアップミッションっていうね、ヒロアカのスピンオフ作品もあるので、ね、小説もあります。ヒロアカはね、いっぱいあるんですよ。で、あと上が、これはね、4コマがすごい多いですね。これ、沖田ばっかさんっていう方の不条の文章って、これ多分、広告とかで見たことある人多いと思います。これ、なんか亡くなった人の後の清掃する人の漫画ですね。これ面白いです。沖田ばっかさんね、すごい面白いんですよね。なんか、元循環で働いてたっていう経験があるので、医療系の漫画も結構いっぱい書かれてて、あと、こっちは透明なゆりかごっていう助産、産科で働いてた時の学生時代の話と、これは終末期医療をやってるところの病院の話です。これすごい、面白い、ゲラゲラ笑うタイプの面白さじゃないですけど、すごい考えさせられる話なんで、ぜひ見てほしい。面白いですね。まあ、ここら辺はもう全部エッセイ系ですね。大原さんちの訓練の心とか、いろいろ。これ、不条理とか、いろいろありますね。キョトンちゃんとか。あと、この高木直子さんっていう方の漫画が好きで、なんかいろいろ書いてるんですけど、なんか背がちっちゃい話とか、マラソンしたりとか、一人暮らししたりとかの話で、今はもう結婚されて、お子さんがいるって話を書かれてます。で、ここら辺はもう、部長が落ちる漫画とか、もうここら辺はあれですね、そういう。これ赤ちゃん本部長っていうのは、その 2DK の竹内さんが書かれてる、部長が赤ちゃんになっちゃったよっていう話です。とか、まあ、いろいろですね、これはですね、芦田愛菜ちゃんが主演で映画になりました、メタモルフォーゼの映画。これ、すごく面白いです。ある好きなものを通じて、なんか年齢差、結構あるおばあさんと高校生が仲良くなるっていう話、面白いですね。これはね、煮魚さんっていう方、煮座とかなさんが書いてるんで、煮魚っていうんですけど、これ BB ジョーカーって、これめっちゃ面白いですね、4コマです。で、同じ書いてる、まあ、4次元っていうのとか、同じですね、煮魚さんと。これはね、
空手家の矢部さんが書かれてる大家さんと僕っていう漫画、これすごくいいです、面白いです。お会いした時にすごく読んでますって伝えました。すごく良かったで、これはドラマ化もして大人気です、ジェリー魔法ですね。30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいという、これは結構ちゃんとどんどん展開していくのですごくいいです。あ、これもアニメ化してますね。過激少女って、これは宝塚をモチーフにした漫画なんですけど、すごくいい、面白いです。ここんで、これがまあスパイファミリーアニメ化もして大人気、これ面白いですね。これはね、これもね、あ、これも花田の人なんですけど、祭りスペシャルっていうね、これめちゃくちゃ運動神経がいい女の子が主人公のプロレスやってる女の子の話なんですけど、全4巻ですけど面白いですね。で、これナルトですね。ナルトはいいですね。ナルトはちょっとしかないですけど、他はね電子でね揃えてます。これね面白いんですよ、鉄拳チーム。これよかったら見てください。めっちゃ面白いんだよ。なんか少林寺をモチーフにした漫画で、大林寺っていうところから出てくるんですけど、珍味がどんどん成長していく物語で、普通の珍味、鉄拳珍味、種類がいろいろあって、その中のレジェンズを今私は集めてるんですけど、面白いんでよかったら見てくださいね。これ素手でね、サメとかに買ったりします。でもここはワンピースですね。ここワンピースが全巻あります。こういう感じですかね。私の本棚はこんな感じです。ちょっと長くなっちゃいましたけど、それではまたです。